旅行第101潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅百型潜水艦の2番艦。1941年の昭和16年度計画により、1941年9月30日、川崎重工業神戸造船所で寄港。1942年4月17日浸水。1942年10月31日に、春工し、二島潜水艦に類別。 同日、横須賀鎮守府席となり、訓練部隊であるクチンジュフ、クレ鎮守府クレ潜水船隊所属となった。10月31日、降りた次嗣少佐が艦長に着任。1943年1月16日、第8艦隊第7潜水セ隊に編入。18日、両101は横須賀を出港し、25日にトラックに到着。2月4日には出港し、 8日に、ラバウルに到着。9日には、ラバウルを出港し、ポートモレスビー東方沖合に進出。22日、両101は4000トン級の輸送船を発見。潜望橋で観測したところ、相手は9シップだろうと思われた。旅101は、夜になってから攻撃することにしたが、輸送船は速力を上げて、ポートモレスビーの方向へ去っていった。 25日に紹介区域を離れ、28日にラバウルに到着した。3月5日、両101は第81作戦の生存者救出のためにラバウルを出港。7日、ダンピール海峡で球体艦の島の生存者45名を救助。8日にラバウルに到着。同日、 キリビィナ島近海で座礁した両百三の救援のためラバウルを出港。11日に両百三が自力で離礁したためラバウルに戻った。19日、両百一はラバウルを出港するが、出港後に乗員のほとんどが食中毒にかかったため、紹介を中止してラバウルに戻った。21日に再度ラバウルを出港し、ガダルカナル島南東沖に進出。 4月5日、エスペランス岬近海に移動して撃墜された、味方搭乗員を救助するよう命を受けるが、両101は、米魚雷艇に発見されたため、救助任務を中止することにした。12日、ラバウルに到着。15日、第7潜水船体は、南東方面艦隊所属となる。30日、両101は、ラバウルを出港し、サマライ島北方沖に向かった。 10日、ラビド南東沖に到着して、紹介を行う。17日、紹介区域を離れる。21日、0340、セントジョージ岬西方で炎上しながら墜落していく、米爆撃機1機を発見。脱出した、搭乗員のパラシュート2つが開くのを確認した。同日、ラバウルに到着した。6月8日、旅101は、ラバウルを出港し、 ガダルカナル島東方沖合に向かった。12日には、紹戒区域を到着。17日には、学会島沖に移動。29日、紹戒区域を離れる。30日、ムンダ沖で先行中に、米兵員輸送船団を発見した。これは、レンドバ島の占領に向かう輸送船団だった。ロ101は報告の後上陸地点を攻撃しようと、するが、 上陸地点付近を紹介する米魚雷艇の警戒が厳しく攻撃はできなかった。7月2日には再度上陸地点を攻撃しようとするが上陸地点付近を紹介する米魚雷艇の警戒が厳しくやはり攻撃はできなかった。その夜、浮上充電中に祈祷命令を受け取る。3日、ラバウルに到着。8日、旅0 1はラバウルを出港し、 クラワンに向かう。12日1650、南08度00分統計157度19分、南8.000度統計157.317度、マイナス8.000157.317のクラワンで、浮上充電中、輸送船団を護衛中のベ駆ク畜艦テーラーに、レーダーで探知される。1654? テイラーは2300メートルの距離に潜水艦の司令塔を発見し、単焦投章者と共に砲撃を開始する。砲撃により司令塔が損傷し、水雷町、徳川博史大医と見張り員2名が戦死した。ロ101は急速先行するが、損傷により、深度140メートルまで沈下した。1710、テイラーは爆雷2つを投下。ロ101は 爆雷の爆発で、潜望鏡一本が、使用不能となった。それから2時間後に浮上した、両百は、被害調査の結果、船体に、多数の凹みがあり、潜望鏡を交換する必要があることが分かった。日没後、両百一は、コロンバンガラ島で行われている戦闘を観測。その後、コロンバンガラ島を機械船で沈んだ人数の生存者を救助するよう命令を受けるが、 損傷により実行できなかった。13日、ショートランド諸島西方で、浮上充電中に米召回機に発見される。召回機は爆弾2発を投下。旅101は急速先行するが、もう一本の潜望鏡も使用不能となってしまう。14日、ラバウルに到着。8月7日、修理が完了した旅101はラバウルを出港し、 コロンバンガラ方面に進出。18日0100、先行中に、北方で、砲撃の先行が芝叩くのを目撃。0200には航行中の駆逐艦の推進機をと聴取。ロ101は、わずか549メートルの距離から魚雷4本を、発射するも、駆逐艦は30ノットほどで航行しており、すべて後方にそれた。26日、ラバウルに到着。 紹介中の20日、両百、両百四、両百五、両百六と共に、第51潜水隊を編成する。同日、艦長として、有馬文雄隊員が着任したが、ラバウルに向かう、途中の8月28日、ブーゲンビル島上空で乗っていた97、式飛行艇が PB4I-1 リベレーターに、撃墜され、戦死してしまった。9月1日、 藤沢製法隊員が艦長に着任。10日、旅101はラバウルを出港してサンクリストバル島南東沖に進出するも、その後消息不明となる。アメリカ側記録によると、15日、インディスペンサブル海峡港帯入り口でエスピリトさんと自前向かっていた輸送船2隻からなる輸送船団が来撃を受けるが、命中せずに済んだ。護衛は、 米機雷布施設艦モントゴメリーと駆逐艦ソーフリーの2隻だったが、モントゴメリーの超音が不調なため、ソーフリーが単独で対戦相当を行う。1251、ソーフリーは2700メートルの距離で潜水艦をソナー探知。ソーフリーは3時間半の間に爆雷攻撃を5回行う。1443に潜水艦が浮上してきたため、ソーフリーは 手法と基銃で潜水艦の司令塔に向け砲撃を開始。また、応援に駆けつけたプビーカタリナが攻撃に加わり、爆雷2発を投下。うち1発が潜水艦に命中する。1446に潜水艦は沈没し、ソーフリーは海中での爆発音を聴取。1735には、長さ及び幅 3km にわたり、重油が漂うのを確認した。 これが、旅101の最後の瞬間であり、艦長の藤沢正方体以下上院60名、全員戦死。沈没地点は、サンクリストバル島南東、何位10度57分統計163度56分、何10.950度統計163.933度、マイナス -10.950163.933。10月11日。 ソロモン諸島方面で防失と認定され、12月1日に除籍された。ありがとうございます。